なんか本当に考え方変わるなって思います、大人になると。なんか昔みーちゃんがよく言ってて、なんかみーちゃんにさ悩んでたことすべてさ打ち明けた時にさ、昔なんか本当に AKB に入って悩むことって本当に全員ほぼ一緒で繰り返されてくんだなって思うみたいな。だからなんか別に私がすごいわけでもなくて、経験からアドバイスしてるだけだから、みんなの力になれるみたいなこと言ってて、で今思うとめっちゃ思うもん。後輩が悩んでることって本当にみんなが経験してることを同じように経験してるから、これがみーちゃんの言ってたことかみたいな、これもみーちゃんが言ってたことだみたいなのがよくあって、なんかみーちゃんって偉大だ偉大だってすごい未だに思う。あとはやっぱみーちゃんとご飯行った時の、いつもご馳走してくれて払おうとするといいんだよみたいな、あやなんが後輩とご飯行った時に払ってあげてねみたいな言うのもずっと残ってるから、後輩とご飯行った時払おうってなる。みーちゃんのおかげありがとうみーちゃん、かっこいいよね。みーちゃんマジかっこいいのよ。私の高校生活を語る上ではみーちゃんの存在は本当に大きすぎる。その約束あんまり守れてなくない？いや後輩とあんまりご飯に行ってないってだけで、払ってるよくるるんとかれいちゃんと行くときはみーよんはまあまあまあ、まあ、置いといてもろて、みーよんは置いといてもろて、みーちゃんに逆におごりたいですよね、お礼で。みーよんもなーちゃんも後輩ですけど、それはまあ置いといてもろてね、その辺の近いさ、後輩は置いといてもろてね、まあ、エリーとかねれいちゃんとか、それこそまなか、まなかね、なんかもそうですね。木の近い選抜様は別です。もうはい、もうお給料レベチなので一回置いといてもろうてはい、レベチレベチ。ミキちゃんはもはや友達なのでミキちゃんも置いといてもろうてミーちゃんはそんな選び方教えてないはず、教わってないです結構置いとくな、確かに結構置いてるわ。置いてるとは、お金は使った方が増える、かっこいい、かっこいいですねそれは。